く実現し、見える形で安心を示してほしいと話していました。家賃を滞納した人を部屋から強制的に退去させる追い出し屋が問題となるのか、大阪の消費者団体が提訴です。賃貸契約などの中に追い出し行為につながりかねない不当な内容があったとして、不動産会社と家賃の保証会社に借主との間でこうした契約を結ばないよう求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。提訴したのは消費者団体の消費者支援機構関西です。訴えによりますと、大阪の不動産会社アキが一昨年使っていた賃貸契約書の中に、借主が家賃を滞納したときには法的な手続きを取らずに部屋の鍵を交換したり家財道具を処分したりできる状況が盛り込まれていたということです。また大阪の家賃の保証会社日本セーフティの契約書には追い出し行為につながりかねない不当な内容の情報が含まれていたとしています。消費者支援機構関西は消費者契約法に違反し無効だと主張し、2つの会社に借主との間でこうした契約を結ばないように、こういうような不当な契約情報というのが、今なお使われていて、追い出し行為自体も実際に、後を絶っていないと、こういう、そういう状況ですので、今回の提訴も、そうした状況をですね、改善をする、一刻も早く法案